どうも、岡田千恵里担当プロデュームのテクタンと申します。今回は11月月末のシンデレラフェスブランのフェスゲンアイドルちゃんを予想していきたいと思います。はい、まずタイプなんですけれども、先月がユッコファッションタイプということなんで、キュートとクールで考えていきたいんですけれども、先々月がキュートタイプだったんで、順当に来る可能性はわかんないんですけれども、とりあえずクールを押し目で、キュートも合わせてちょっと考えていこうかなと思います。なので、クールタイプからお話しさせていただきたいと思います。クールタイプのフェスゲンの候補アイドルちゃんっていうのは、前々から基本的には意見としては変わらないんですけれども、あきらちゃん、そして川島さん、司社長、佳子様、美優さん、そんな感じかなと思ったりしております。はい、で、この中でとりあえず一人ずつ話していくと、あきらちゃんはね、すぐかどうかわからないんですけれども、いずれ来るでしょうっていうねことで候補に入っております。リアムちゃん、赤リンゴもねフェスゲン来てるんで、それが今かどうかっていうのはわからないんですけれども、いつかは来るでしょうということで、はい、来るまではきっと候補に入るアイドルちゃんだと思います。はい、そして川島さんも待ちが長くて、で、今のところフェスゲンがないし、次5週目っていうことになるんで、結構フェスゲンの可能性は高いかなと思っております。はい、次に司社長はまだタイミングがどうかな、来るかな、次4週目になるわけなんですけれども、タイミングがいつかわからないんですけれども、フェスゲンの候補でもありつつ限定の候補でもあるんで、絶対フェスゲンでしょうとはちょっと言い切れないところもあるんですけれども、候補に入るかなといった感じです。はい、そして次に佳子様の実装タイミングがどうなるかっていうのは、もしかしたらまだまだ先かなとは思ってはいるんですけれども、限定が3つあるということなんで、限定の数が多いんで、限定4っていう可能性ももちろんあるんですけれども、限定が多い分フェスゲンの可能性は高いかなと思い候補に入れました。はい、そしてみゆさんですね。そもそも5週目自体がフェスゲンじゃないかって言われてたのに限定できたんで、さすがに次こそはフェスゲンなのではというところですね。はい、で、この中なんですけれども、まずみゆさんが次6週目なんで、まだ5週目待ちとかのアイドルちゃんから実装されていくのではと思ってるんで、候補からちょっと一回外します。はい、次に佳子様もちょっと外そうかなと思います。どうしてもね、ボイス同期のヒカルの実装があってからあるんじゃないかなって思いたいので、ちょっと外します。で、残り3人がちょっと際どいなっていうところなんですけれども、今回は川島さんで予想しようかなと思います。はい、割とどっこいかなっていう、確率は可能性はどっこいかなっていう思ってはいるんですけれども、川島さんエバーラスティング出てますよねっていうことで、はい、選ばさせていただきました。アキラちゃんに関しては、赤リンゴが来たからアキラちゃんも来るのではないかって思わせて限定で来るよっていうね、そういった展開がちょっとねあるんじゃないかと思ってるんで、今年は限定で次の4週目とか来たらフェスゲンなのではとちょっと思ったりしています。で、司社長に関してなんですけれども、ここはちょっと勘になるんですけれども、司社長よりは川島さん結構待ち長いから、もうそろそろ来る可能性あるんじゃないかなっていう、本当に待ちが長いのと、ボイス収録もあったしみたいな、なんとなくの感じでちょっと選んでるんですけれども、川島さんで行ってみようかなと思います。はい、そして、キュートタイプなんですけれども、キュートタイプはミレちゃん一択で行こうかなと思います。
ちょっとね、自分の中でフェス弦のキュートタイプのアイドルちゃん、候補のアイドルちゃんが、もうミレちゃんしかちょっと今のところ考えられなくて、ヒロミちゃんとかフェスで次来るだろうなとは思ってるんですけれども、さすがにちょっと短いかなって思ってるのもありまして、まあ、ミレイちゃんを予想したいんですけれども、今回はクールの川島さんで行こうかなと思います。はい、ということで予想してみましたが、皆さんはどのような感じの予想になりましたか？もしよかったらコメント欄にて教えてください。はい、ということで今回はこのあたりで終了したいと思います。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。